いやどうも、いつもアニチューブをご覧いただきありがとうございます。いやもう急遽ねアニチューブ初の札幌ビール園編です。あの煙突見えますか？こっちの方が見えるかな。いやグルーヴ出てますね。これねこの、ミュージアムいろいろ札幌ビールとかビールの歴史がわかるミュージアムもあるんですけど、ちょっとね後ほどね最初喉乾いちゃってるんで、この煙突のグルーヴやばいです。これやばい。ルールル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 ル。いやもうこれ気分入ってきますよこれね。これあれ中ちゃんかな、あれ中ちゃんじゃないか。いやもうね札幌ビール大好きなんですけど多分初めてですね。これはもう歴史がもうビール札幌ビール園開拓士官レッドスターが光ってますね。撮れますよ。ここ赤星が光ってますよ。ここでクイートいきますよ。クイート、昔はでも工場だったな。このツタがやばいっすね。このグルーヴがやばい。近くなんか煙突近くに見るとうわでかっ。まだ雪がちょっと残ってますね。うーわーやばっ。これ取れますよ。これやばくないですか。これすごいな。雪残ってんのまだ。うわもうグルーヴしかないですよね。札幌グルーヴしかない。いやなんか歴史感じますね。札幌麦酒これやばくないですか。これ札幌好きにはもう礼してもらえないです。これいやもうなんかジンギスカンのグルーヴがすごいな。もういやこれしびれますね。いやこれ札幌ビアガーデン、いやいいっすね。今これ撮ってて声出ちゃっても大丈夫ですか？大丈夫ですか。あの大変お世話になってる。あの札幌ビール園は札幌ビールとまた別の会社なんですよね。札幌ビールの、 あのちょうど子会社になります。なるほど。これすごくこれ取っても大丈夫ですか？ごめんなさい、ちょっと参加をしてない。これだからもう1905年に札幌麦酒が赤レンガ創業開始、ここからスタートしたってことでしょ。これ煙突の位置前昔と変わらないんですか？変わらないですね。じゃあ私ここ歩いたってことですね。こうやってさっき。やばくないですか。なんかもう肉のすっごいいい匂いがしますね。このジンギスカンの匂いつが。うおー、いやすごいねこれ。うわーかっこいい。すごい。これはたまらんすね本当に。あどうぞどうぞどうぞ。顔もう出ちゃっても大丈夫ですか？顔出ない方がいいですか？まあまあでも大丈夫です。大丈夫ですか？北九州の門司にも同じようなビール工場があって、今はもうあの再利用みたいな感じでレストランがあったりとか、はい、でその外観のちょっと似てるなと思ったんですよ。あのはい合ってます。門司の、はい、工場も赤レンガ、はいはいはい、であれが作るやつですか？ここの醸造の窯は、はい、もともとあった九州の門司工場で使ってた。マジですか？桜ビールちょっと俺泣きそうなんですけど桜ビールは何月から何月、通年ないですよねあれね。そうですね、あの限定で、そう限定であって、桜ビールが、北九州にもともとあったビール工場で作ったものを、まあ、イメージっていうかそれのオマージュして、今あの限定で発売されてるのが桜ビールってあるんですけど、それもものすごい大好きで、北九にあったんですねこれ。はい、ここにつけるときはあの、はい、上の屋根を全部外してですね、これ外さないと入んないですもんね。いうふうにあの聞いております。
やばすぎますね。クラシックも飲めるんですか。もちろんです。クラシック、黒ラベル、はい、赤星はないでしょ。赤星も飲めるんですか。赤星はあのこのレストランでは置いてないんですけど。やっぱそうなんだ。その代わりあの札幌ビール園オリジナルの5スターっていうビールを、はい、それは ここでしか飲めないですね。ここでしか飲めないビール。クラシックって生ですか。クラシック生です。クラシックは生なんですね、はい、やっぱり東京なんですけど、札幌好きなんで、はい、時々クラシック売ってる期間とかお店があると、はい、必ずクラシックなんです。で昨日も札幌でクラシックのジョッキばっかり飲んでたんで、まあいろいろここで飲めるビールとかもちょっと飲みたいなと。ありがとうございます。いやあの5スターの生も美味しいんですけど、あのやっぱいいな、ここでしか飲めないで、まあ、やっぱり、ね、クラシック好きなんですね。この札幌しかないんですけど、クラシックの生、札幌の飲食店でもよくある、これがね、札幌に来たらもちろん札幌ビール園で5スターはもうマストなんですけど、ぜひね、あの缶でも売ってたりするんで、クラシック、なんて表現すればいいのかな、これ。スポーツドリンクじゃないんですけど、なんかビールの、まあ黒ラベルとかのビールのうまさを保ちつつ、気づいたらもうどんどんなくなるのがクラシックですね。で、こっちの5スターの方は、まあちょっとスピーって感じなんですよ。まあここで急にバーバーの話するとね。で、やっぱりクラシックはもうポケットマシマシですよ、これ。こういう感じで、まあジンギスカンね、こうやって来て、札幌ビール園最高だなと思ったら、もうここ入りますか、こうやって。こういうふうに。こういう使い方もできますしね。あと、キャベツも結構入ったりしますから、これね。あんま食べ物は入れないですけどね。やっぱクラシックうまいな。でやっぱりこのジンギスカンってお店によって全然味も違って、まあお肉の感じも違うんですけど、やっぱりこのね、札幌ビール園のね、このタレ超うまいです。マジでうめ。まあもともと北海道といえば、やっぱり私はもう何回も話してますけど、あのバブアー編の方で話してますけど、やっぱり倉本壮先生の北の国からが僕大好きなんで、これ火の調整どうやんだろう、あこれぐらいだ。でやっぱりリアルタイムにテレビシリーズを初めて見たのが小学生ぐらいだったかな。そこからいろんなシリーズありますけど、なんていうのかな、このまあ、分かる人には分かるし、分かんない人は分かんないですけど、やっぱ黒板五郎の生き方というか、まあ男の生き様ですよね。でその分、まあ端折って話すとですね、まあ五郎は6号で生まれて、まあ町を捨てて都会に出てくるんですよ。で東京で石田恵美、玲子さんと知り合って、子供生まれるんですけど、なかなかこう、まあね、玲子がね、浮気するんですよね。でそれによって子供を全部引き取って北海道にもう一回戻ってきて暮らすっていう、まあ結論から言うと、まあ人生ってやっぱり間違ったことを、まあ不倫は悪いんだけど、間違ったことをしてもその分何かプラマイゼロで何かを背負わなきゃいけない。で五郎さんは一人で純と蛍、子供を育てるんですけど、そこでまあいろいろあって、まあドラマは20年ぐらいかな、特番も入れるともう考えられないぐらい長いドラマなんですけど、まあ札幌だとそうだな、まあ蒼太兄ちゃんがボクシングの試合をね、テレビシリーズだったら分かると思うんですけど、その時と、あとは蛍が根室でチェロ弾きの医者と、まあ、不倫をするんですよ。で不倫をした時に五郎が挨拶に行って、鮭をこうやって、大きいの、中古屋のでいっかって言って、蛍を送るときに、いつでも、
いつでも買ったかいつでもって、それがまたね、まあここら辺にしましょうかね。これはもう分かる人には分かんないんで、止まんなくなっちゃうんですけどね。あとは好きなシーンは子供が食べてる途中でしょうかっていうジンギスカンじゃなくてラーメンの名シーンがあるんですけどね。分かりやすく言うと、純が小吉と子供の時に火事の不始末で丸太が焼けちゃって、それをずっと言えなかったんだけど、正直に謝った直後、家族と純と蛍、五郎、家族が大事な話をしてる時に、中華料理屋のラーメン屋のおばちゃんが下げようとするシーンで出るんですけど、そういうなんか、まあ純が素直に謝ったら、もうね、ちょっと話してるだけで泣けてくるんでね、興味がある方は、まあ配信でもあると思うんですけど、まあ私は DVD 全巻、テレビシリーズも持ってますし、見てるんですけど、まあ、定期的に見返すんで、まあ、機会があったら見てほしいです。あと、まあ、テレビシリーズで、石田恵美ね、純と蛍のお母さんが、まあ、浮気をするんですよね。伊丹十三とね、吉野さんとね。で、お母さんが亡くなった時に、まあ、お葬式お通夜があって、五郎も子供も来るんですけど、吉野さんに、まあ、靴を買ってもらうんですよ。五郎が買ってた靴が、まあ、あんまりお金がなくて苦労してるんで、でその靴を吉野さんが買ってくれるってことで、恵比寿のインペリアル靴店ってところに行くんです。でそこで五郎に買ってもらった泥も傷だらけの靴を捨てて、新しい靴を履いて、そのインペリアル靴店から近くの公園で遊んで、でもやっぱり大事だなと戻るんですよ。で、あの公園っていうのは、私がいつもよく行く恵比寿に達也っていう焼き鳥屋があるんですけど、達也本店を出てまっすぐ行ったところがその靴屋ロケ地です。今は中華屋館になってるんですけど、そこから横に行くと本当に純と蛍が、吉野さんに靴買ってあげようかって言ってもらえた公園があります。それがまあ東京のプチロケ地ですね。あとは純が東京に行って、車の修理工場で働いてた時に、泥の一万円札をですね、パクられ盗まれた時に殴った電信柱もありますね。まあ、ということで、ぜひ札幌に来たら札幌ビール園で、5スターの生、あとは、クラシックで、東京で黒ラベル、赤星を飲んでます。チャンネル登録よろしくお願いします。やるならいますよね。いくらでも話せんなこれ。